それを極端に、まあ、言わない、口に出して言わないんだけど、口に出すと、俺の明日はおって思っちゃうんだよ。なるほど。だその感覚があるんだと思うよ。ってことは、ちょっと好かれてるんじゃない？そうなの？一回変な間ありました今。気づいちゃった。でもそれを、そういう感情を抱くってことはちょっと好きってこと、ね、ああ、本当ですか。まあそれはありがたいのかな。まあ、わかんないな。だって俺のヒロシとは言われたことないんだもん。いや、これヒロシの番組だからでしょ。それは。うん。だから俺が、だから よそでさ、はい、なんか、よその番組出ててさ、はい、俺のヒロシをっていうことは言わないわけじゃん。ああ、なるほど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 。なんかネットで叩かれてもニヤニヤしながら見てる。ほら。ニヤニヤしてたの？ネットで叩かれてもニヤニヤしてるんですか？え、例えばどんなことで俺叩かれたの？俺叩かれることそんなないんだけども。はい、キャンプ飽きた。終わった。キャンプブームやったみたいな。そんなん言ってないよね。キャンプ終わったとは言ってない。言ってないよ。キャンプちょっと飽きたって言っただけ。そういう時はニヤニヤしてた。そう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 。そういうのないから俺に対して。忖度ないみたいに言ってるけどさ。なるほどね。実は。あ、俺もですよ。だからその西村さんは小峠バックにいるとか。あの村田さんはあ、でもそれはストレスすごいね。西村さんにさんつけて小峠っていう、だってどういうこと。小峠くんの方が強いから、ね、西村くんはランクバックって言ってんのにぐちゃぐちゃだね、放送が。そうそう、トロサーモンは久保田さんいるとか。トロサーモン、村サーモンとトロサーモンって呼ぶのもう村田さんの名前さ出てきてないから。それはそれで、まあ、わかんないな。でもまあそういう忖度っていうか、なんて言ったらいいのか、それはもうマイタンのストレートな。なるほど、なるほど。気持ちもあったりはあるけど、はい、なんかそれ以外のなんかちょっと変な。うんうんうん。本当じゃあ島田くん上位でしょ、じゃあ。だって、広志コーポレーションだ。後ろ盾ねえじゃん。あ、確かに。何もバックがねえ。ずりやすい。なるほどね。あ、そういう、あ、そういうことか。後ろ盾がねえからいじりやすいっていう。ちょっと後ろ盾をじゃあ消して。今カメラは回ってません。一人の男。あ、男として男としてのランキング。なるほど、なるほど。聞こうか。うわー、困る。それ先、ヒロシさんから聞く？それか1位から聞く？あ、下から聞こうか。下から聞く。嫌なやり方。うん、下は島田だね。おい。いや、これはだからやっぱり。いや、もうやっぱり。じゃあダメじゃん。それはもうなしのやつでしょ。それは。それは、その安心のなしは。ちょっと違う気がするね。うん、いや、本当に考えたことないんですって。本当に。まあ、まあ、本当には考えられないよね。うん、そうそうそう。絶対、いや、絶対さ、人ってさ、後ろが見えるからね。そう。だからあれ逆に言うと気を使うランキングなんですよ。上位に来てる。あ、そっかそっか。序列じゃなくて。うん、西村さんとか、浅輪さんとか上位に来てるんだよね。村田さんとか。あ、そっか。だから、意外と素直に言ってんだね、あれ。そうそうそう。浅輪にどういう気を使います？浅輪さんはね、うん、結構ね、なんでしょうね。ちょっとプライド高いからな。いじり方間違えると、ちょっと怒るかもしれないなっては思う。あー、なるほど。僕すげえ雑にいじってるのにな、あとやっぱ松竹芸能っていうね、後ろ盾ちゃんとした後ろ盾、ね、あとね、やっぱブルマーちゃんとかね、ヒコロヒーとか好きだから。女芸人が好きなの？女のピン芸人が好きなんですか？いやいやいや、あの辺のシュッとした女芸人。シュッとした。あ、牧野捨ててこさんもシュッとしてるよ。シュッとしてるねちょっともう始めますよ、もうすぐ料理しようと。いやいやいや、もうこれごめんごめん、始まっって言ったじゃん。初めてないわ、そっちだから、ね、俺は初めてんだよ、こっちは。こっちはもういろいろもいい感じの。だから大きな声で喋ってんだよ。いい感じでしますよ、ほら。ちょっと今日いろいろ仕込みがあるんでですね。何今日は。さん、あそこにビニボン落ちてるんで、ちょっと拾ってきて。ビニボンって、この令和にビニボン落ちてる？あ、令和にビニボン、わ、本当に国会見るとちょっとビニボンっぽいね。でしょ？国会見るとちょっと、え、ちょっとこの、え、ちょっと本当にビスボっぽかったな。いや、ちょい、待って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 、おい。これすげえな。中身エロいぞ。だってさ、まずさ、帯を、ゴミが真ん中にしてるんだよね。しかもこれで顔を隠してるんですよ。武田バーベで。武田バーベで隠してます。うんうん。これ、島田くんが出した最新の本だね。なんか、
本当に。あ、出ちゃった、出ちゃったよ。落ちてましたけども。ちゃんと確保しましょうよ。はい、こちらですね。いや、すいません。もうゼロから始めるたき火料理。これ、リゼロに許可取ったの？え？ゼロから始めるって。何？何？なんかあんの？許可あるの？はい、アニメで。リゼロから始める異世界生活。ヒット作よ。パチスロにもなってる。あ、そうなの？知らないっすね。取ったのそれ。わかんないです。え、パクったんでしょこれ。パクったのかな俺。ゼロから始めるって言ったらもうリゼロなのよ。スバルくんなのよ。言ってるよ俺、わかんないけど。え、ゼロから始めるって言ったらベアーズじゃないの？違う違う、白芸戦の。これ自分で考えたんでしょ。だって自分で考えたら降ってきましたね。うん、これ武田バーベキューさんですか？ちょっとちっちゃい声で言うのも嫌なんだよ。その後ベアーズって言った方がいいってさっき注意されたから。うぜえの後あの違う違う、砂田さんがなんかちょっとボケたコメント言った後はちゃんとベアーズって言わない。いやそんなダセえのねえっしょ。ボケた後ベアーズって言うの俺。ブリッジボケた後俺ベアーズ、うん、来年 R1 出よう。いやネタ考えてくれるならベアーズでボケた後とかベアーズで。いやだから作ってくださいよネタ。あ、それで出るんだったら作るよ。出るんだったら、はい、広志コーポレーション所属ってちゃんと言いますか。いやそこだけ外してもらってでも本番で言うか言わないか僕次第だから。そこに優勝したら急に広志コーポレーション所属って言う。優勝はねえから大丈夫ですよ。え、マジ出る。いや広志さんネタ書いてくれたら出ますわ。あ、俺考えよう。じゃあ、あら、お笑いに復帰ですか。いやいや復帰じゃ、それは別にあの料理されてるっていう料理研究家としての出方ですね。そうだね。ベアーズサブタイ。え？あ、書いてなかった、これ。何だっけ？野外料理研究家、はい、研究報告してみるやん。だったか。あ、なんか違うね。研究。もっと歯切れが良かったね。研究発表。なんか違ったね。うん、もうちょっと眉毛っぽかったね。研究論文出せや。ボケ。いや、なんでそんな上から言うの？カス。ネットで文句書く。今社長が達したな。俺マイタンが言いそうなこと言ってる。カスだから。カスだからねじゃないんですよ。いやー、何それ。どういうことをやるの。はい、研究してるんだから、うん、その研究成果を発表してくださいっていう場を。なるほどね。ああ、なるほどなるほど。で別にしてみろやって言わなくてもいいじゃん。してみてとか。してみるのはいかがとか。うん、では。いや決まってない。いやこれもうダメだ。もう使えないやつだもん。もう今決定しました、ね。今決定しましたよね。いやあ、じゃあ使えるやつ。どっちだ。これ見ればできるところだから。そう、できますできます。吊るしにこれやればいいんじゃない。はいはい。なんかしらわかんないけど、ほっと、はい、ね。これ読めばだからできるってことだ。はいはい。そういう風に書いてある、ね。じゃあ僕のそのレシピ本を見て、井上さんが研究発表してもらうみたいな感じで。オッケー。オッケー。俺ゼロの人間だから。料理にかっこいいな。俺ゼロの人間だから。かっこつけたら。ヒロシです。あ、ベアーズ。いや、ヒロシです。そこそこ生えたのに、何の反応もなかった。結構嬉しいやつだったね。久しぶりに言ったのに。やりがいがねー。求めてないらしいですね。うん、こちらのさんは。そういうんじゃないらしい。なんだか。結構拗ねてますから。なんか昔そういうのやってる芸人さんいたんですよね。へえー、そうなんですね。ヒロシです。わかりづらいかもしれないけど、俺。だいぶ言い手立ち変わりましたからね。ね、ほんと、汚れちゃって。常に手が汚れてるけど。じゃあ、ヒロシさん、このね、はい、あれ、あ、ファイヤー、あ、違う、テトラ。テトラポット？あ、違う、トライ。登るの？登って、ちょっと、アイコね。てっぺん先まで。宇宙と更新してください。あーって。テトラポットの方で。ああ、聞いたことありますわ。ほら、はい。いや、そっちのせいだからね、俺。いや、知っときなさいよ、アイコぐらい。いや、別に、それは自由でしょ。いや、知っときなさいよ、アイコぐらい。おい、聞いてるかい、マリタ。読んでないってことですか。ああ。聞いてるかい。これはじゃあ、これ組み立てる。おーい、マイタ聞いてるかーい。仕込みは前日って書いてあるぞ。
ここまでの作業を前日に済ませておくと下準備バッチリ。はい、書いてるぞーい。でも染み込まないっしょ、肉に。肉にそんな染み込むか。何分じゃあ、その前日までにやっとくことを何分で済ませます？だから、まあ30分ぐらい染み込ませましょうよ。うん、あ、何をか知らんけど。半日漬けるものを30分でいくってことね。うんうん、オッケーです。時短だね。時短ですね。はい、今からお肉と何を用意すればいい？塩コショウ、ローズマリー、ニンニク。塩コショウ、ローズマリー。ローズマリー。あら、うちの奥さん塩持って帰ったかな？やべえな。塩コショウ、ローズマリー、ニンニク。あと、ホリニッシュとか、そういうスパイスミックスがある。ああ、西村さんのバカまぶしがあるよ。ちょっと違うんだな。ちょっとお茶飲もうかな。休憩？こういう何タイムっていうの？黙ってもいないんだけど。俺別に何とも思わなかったんだよ。慣れたね、だいぶね。こっち？いや両方、島田君に対して。そうですね。3日前ぐらい待って。だいたい誰か来たらさ、うん、まずさ、うん、俺が一人でなんか適当に言ってさ、うん、こっちからこう出てくんだよ。うん、途中で入ってくるんだけど、もう座ってるもん。もうそうそう。あれこんなだっけと思いながら、俺が見てるやつと違うと思って。じゃじゃーんの演出がないんだよ。だから紹介みたいなのない、うん、ないんだなと思って。普通にもういるんだよ。うん、島田いる。どういう演出なのか知らんけど。島田いた。これを連れて、俺今日ね、フッカを持ってきたよ。あ、フックついてるね。あ、でも一応持ってきたんだったら。あ、そうですか。タワシ吊り下げたやつを取ってきたのに。ちょっとそれで吊るしたくないね。タワシって吊るすことあんの？水を切ってたんじゃない？そうそう、水を切る。スポンジとかタワシとか吊るしてるやつ。これでいいですか？こっちでいいですよ。あ、ついてたね。新しいから、うん、タワシ吊るしてみようか。いいね、タワシ吊るして焼く？いぶしてみようか。いぶしてみますか。うん、あ、ちなみにね、あ、じゃあそれでいいか。タワシで？ちなみに何ですって、何を言おうとしたんだっけ、私。あ、そうそう。燻製とに意味合い似てる？そう、いぶし焼く。そう。そんな感じです。あ、燻製の木持ってきました。燻製、いや別に燻製したいわけじゃないんで。あ、香りもつけたいと巻いたの。つけたいですか？いや、わかんないけど。じゃあチップそのなんか放り込んでもいいです。いいね、どっちが。あ、でもこう表記できないみたいですね、この何か。ああ、なるほどね。その著作権とかなんかわかんないですよ、いろいろ。このこれ利権化の問題でね、うん、だからその堀にシートをかけないトライポッドの問題。いやこれがやりたい。いや敵なの。いやいや敵もないの。敵なの。これがやりたいから。これがやりたいからやってんだよ、これを。これそれはトライポッドの問題じゃないですか。え、これが短いからついちゃうから肉が長くて。うん、でもベロンっていうのをやりたい。このこうだって、何 S 字フックを取り付ける、ね、その作業を行うとサバイバルしてる気分になること間違いなしって書いてあるから。俺もサバイバルしてる気分になりたいんだもん。だから真ん中でいいじゃないですか、そしたら。え、切りましょう肉半分に。もう30分も使ってねえじゃんか。ちょっとちょうどクリスマス時期がいいんだよ、これ。クリスマスっぽいよね。物の2、3分じゃねえかよ。え、だってそうするともう間違っちゃう。クリスマスツリーみたいな用だったから、これ。チラッと見たけど10時間ほどかけて書いてあるから。そうっすよ。うん、だから なんでこれをやってんのかなって。いや、こう、いや、いや、むずいな。これのツッコミ何？これをやりたいんだもん。ちょうど実物大だったねって。そうだね。で、これで、サバイバル気分になること間違いなしって書いてあって、次が5。トライポッドに通し、遠火で、10時間ほどかけじっくり火を通していく。だからもう、ま、もうなんでこれやってんのかもう俺わかんない。いや、でもやっぱ表紙になるぐらいだから、やっぱこれじゃ。だからまずローズマリーとローリエが違くて、
突き込み時間が10時、まあ半日つけるのが2分とか3分で、うん、これ、何分やってたのね、あと 2時間ぐらいしかいけないからそりゃもう、これ絶対美味しいんでしょうねってさっきまゆたに言われたんですけど、うん、でも美味しくないと思う、うまそうに見えてるよね、まあ、あの別物です。え？ちょっと待ってよ、はい、これマイタンが用意してくれたトライポッド、そうそうそう、これちなみに俺も持ってたこれ、ああ1回しか使ったことないけど、うん、これにランタン吊るしたいんだけどね、あ、いいじゃないそれでも、うん、うん、ちゃちゃ現場じゃなかったもん、その時は。これビジュー似てるけどさ、うん、なんだここ炭を直接つけて焼くのかな、違うわほら、まだちょっとマシだろう。あ、なるほど、いいじゃない、近いけどね、本当は。あ、いや、近いよ、お、江戸より、江戸より違うんだな、表情だけねなんか違うんだな、ビジュアル的には一緒だよ。いやーもう こんなでっけえ葉っぱとかついてねえし。これローリエよね。そうっす、うん、なんで貼るんすかローリエ。いや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 、染み込んでないからさ、せっかくだからつけた方がいいでしょ。マミさんまだ生きてる、呼んで。面白い。銀紙やって。もうアルミホイル。アルミホイルやって。面白い。うん、一巻でも完結だから。全然。で、続編が、だ続編がもう一冊ある。見ます。面白い。せめて時短しようよ、銀紙巻いて。せめて。ヒロシさんも爽やかマンとか。あー、届かねえ。なんでだなんで届かねえんだ。いや、ヒロシさんはね、あー、違うなー。これ違うんだよな、もう。なんかワイルド、ね。全然ダメだ。ちょっとエッチなのも。そう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 。知り合った女とすぐやっちゃうんだよね。あの子の豪快さ憧れたよね。